こんにちは。吉田さん、チランですか。ちょうど今ね、同じテーマの、ウィング・オブ・ゴッド、神風特攻隊の、この映画なんですけどね、これを見ていたところです。なんかシンクロするもありますね。えー、ショート動画にもあげたんですけども、これね、なかなか DVD がなくて、私ね、高かったんですけども、4000円で買ったんですよ。で、昨日見たら、950円、650円、あの辺で売られてましたね。タイミングって大事ですよね。まあでもね、何回も何回も見ちゃうんですよ。 でこれはね、えっ、ー、と、今井なんとかさんっていう方、元自衛官で、で、芸能界に入って、でその後、がんで亡くなっちゃったんですよね、50歳ぐらいで。私、同じ年ぐらいですよね。で、お金がないのほら、薬剤役にも出てた人ですよ、これ。髪の長い方じゃなくって、こうやって耳かきをいつもしてる人ね。あの人です。あの人が原作をして、映画を作って、で、アメリカ中を公演で回ったらしいですね。まあ、すタたもんだったらしいですね。 やっぱり神風特攻隊を美化するようなものをアメリカでやるっていうのはね、とりあえず日本ではやらせてもらえなかったらしいです。まあその他いろいろとエピソードがあったんですけども、それはね、YouTube にいろいろと今井さんのなんかコメントが落ちてますんで、ご覧いただきたいと思います。で、この Wing of the God の実はね、リメイク版があるんですよ。で、それを今ね、DVD で見てるんですよ。こっちもね、テレビシリーズやってたんで。で、どんどこどんの山口さんと、あと V6 の森田さんが、 まあ、主演でやってたんですけどもなかなかいい話ですよこれはうん、あの何ですかね現代のお笑いコンビが当時の昭和20年の終戦間際の日本にタイムスリップして戦争が終わることも知っているしそして特攻隊がもうねまあバカバカしいっていうかねやってらんないってことも知ってるんですよだから生き延びたいと思いながらも当時だんだん周りのね同じ特攻隊員の思いを 交わす中で自分もだんだんもしかしたらこれは行った方がいいんじゃないかなっていうふうに気持ちに変わっていってということなんですよね。でね私は広島なんで海軍兵学校の方にお邪魔することとかがあったり、うん、大和記念館とかねそれから実際に特攻隊の生き残りとかね海天の整備士さんとか戦艦大和の法術師の方とかとお会いしてお話することがあったんですけども。 あのやっぱり皆さんね二十歳前後若くして亡くなってるんですよでまあ何ですかね幹部上層部っていうのは年寄りなんですけども生き残ってるんですよね、まあ、この辺に大いな矛盾があったりするわけなんですけどもあのやっぱ人生経験で学ぶものって多いわけなんでですよでも当時の特許隊員とか若くしてお亡くなりになったね兵隊さんっていうのは人生経験がないのにたくさんのことを学んでいたんですね そして後世に至るまでにたくさんのことを教えてくれるわけですよ。二十歳前後の、そうっ若い人たちが、その短い人生の中で、うん、まあ思いに燃えたんでしょうね。私もね、なんか思いがこう、迫って、まあ吉田さんの気持ちわかりますよ。あの空間に、 多くの英霊たちがね、呼びかけてくるんですよねそんな気がするんですようんあ。ぜひね、今回はね谷村真嗣さんの群青を聞いていただきたいと思いますこれ動画概要欄に群青貼っておきますんでぜひこれを聞いてほしいなと思いますね谷村真嗣、群青どうぞ